前原国土交通大臣が羽田空港のハブ化を打ち出したことを受け、成田空港を抱える千葉県の森田健作知事が怒りをあらわにしました。千葉県怒りますよ。冗談じゃないという、そういう気持ちですよ、私は。あんな重い言葉を発言するならば、ね、一度は私たち地元県の話聞いてくださいよ。両空港が絶えず対峙していったなら、これはね、世界から取り残されていってしまうと。共存共栄していくことが両空港の発展でもあり、また日本の国益であるという。森田知事は早ければ明日にも前原大臣と会って発言の真意を探りたいとしています。